皇室のトリビア、シャープ31国民の大きな関心事だった、秋篠宮家の眞子さま29と小室圭さん29の結婚が決まったと大きく報じられている。年内に婚姻届を提出し、結婚後は米国で生活することになるそうだ。米国ニューヨーク州の司法試験を7月に受け、今は結果発表を待っている小室さんだが、そのまま現地で就職する意向。眞子さまは渡米し、一緒に新婚生活を送ることになる。婚約報道、2017年5月から4年以上も経ち、膠着状態だった2人の結婚問題だったが、ここに来ての急な決定の裏に何があったのだろうか。そもそも年内の結婚は日程的に難しいと見られていた。この秋には、秋篠宮様の伊勢神宮参拝の行事が予定され、その後にも20歳になる愛子様の誕生日を皮切りに、皇后様の誕生日、上皇様の誕生日、そして新年の皇室行事が待ち構えている。もともと眞子様は10月23日の30歳の誕生日までの結婚を期待していたが、10月はもちろん、来春までは厳しい状況だった。しかし、報道されているように、納采の儀、一般の結納にあたる儀式、はじめ、結婚の関連儀式は取り行わないことになり、ハードルが一気に下がり、年内結婚が可能になったのである。皇族で結婚儀式をしないのは異例も異例だ。もちろん、コロナ禍だから、という理由付けはできるが、実際のところは、一切形式にこだわりたくないという眞子様の強い意向が見え隠れする。この4年近く、ずっと小室さん母子がバッシングされ、結婚を反対され、一度は小室さんが、婚約辞退、を考えたこともあった2人の結婚問題。それに対し、常に小室さんを励まし、結婚を諦めず、前向きだったのが眞子様だった。その信念の強さというか気の強さは、皇室関係者も驚くものだったらしい。どんなに反対されても眞子様が結婚を諦めなかった理由は2つです。一つは、嫁ぐことで不自由な皇室を離れたいという思いです。いや、秋篠宮家やお母様の典子様から距離を置きたいという気持ちが強いといった方が正解で、それはずっと変わらないものでした。もう一つの理由は、小室さんとの結婚を諦めてしまったら、もう二度と結婚はできないだろうという事情です。仮に小室さんが身を引いたとして、次の婚約者が現れるでしょうか。小室さん同様にマスコミから注目される。そんな渦中の栗を拾う候補が出るとは考えられない。眞子様もそれが分かっているから、諦めず、耐えて、諸子を貫徹したのです。皇室ジャーナリスト、小室さんの司法試験の結果や就職を待って、眞子様は単身米国へ向かうことになる。渡米してしまえば、世間の干渉とかマスコミの目はぐっと弱まる。寂しさなどよりも、してやったり、せいせいした、の気持ちが強いと推察できる。その意味で、執念の勝利、と言えるだろう。ダブルコート障害、がなくなり、女性三宅、創設は一気に進展しそう。もう一つ、これで大きく前進することがある。女性三宅、の創設問題である。前回も書いたように、上皇様の強い要望を無視して、安倍前政権ではずっと放置されてきた。その理由は、一言で言えば、眞子様が三宅の当主になれば、あの小室さんが皇族になる。
その子供が天皇になることも考えられるという荒唐無稽な妄想だった。しかし、女性皇族である眞子さまは結婚で皇室から席を離れる。それが皇室典範の決まりである。つまり今後は小室眞子さんという一般人になるのだ。小室さんが皇族になることは逆立ちしてもなくなったのである。これで女性宮家、女系天皇を潰そうとしてきた主級派も反対の理由を失った。眞子さまの結婚と皇籍離脱で大きな障害がなくなり、女性宮家の創設は一気に議論が進みそうだ。続く。